林社長に一言みたいな。林さん、僕は俺ね、昔ね、はい、前田さん、高田さん、お疲れさんです。お疲れ様です。どうぞどうぞどうぞ。伊藤と申します。はいはいはい。こっちこっち、はい、こっちからどうぞ。大丈夫。はい、失礼します。はあ、おじさんのこと知ってる？はい、知ってます。だっていくつ？26です。26歳。プライド好きで、プライドとかが好きで。ああ、はい。プライドっていくつぐらいのと？もう小学生とか。多分小学生ぐらい。はい。ああ、なるほどね。どういう試合を見てたの？プライドは全部大体見てたんで、小村さんも、桜庭さんとか、あと外人の選手とかとかやってるのもいましたし。まあプライドだったら総合の格闘技やってて、印象に残ってる選手。印象に残ってる選手、僕が好きだったのはマーク・ハント。ああ、マーク・ハントに似てるね、なんか言われる。まあたまに言われた時もあります。へえ、なるほど。マーク・ハントか。で、プロレスは？プロレスは僕はあんまりその疎かったっていうか、入りがちょっと変わってるんですけど、筋肉マン入りで、でちょっと超人っていうので、プロレスラーこそ超人っていう、なるほど、入った形です。オーナーと面談した時にね、動画、俺は入ってるやつもらったんだけど、それ言ったんで、超人になりたいか。同じこと聞くけど、どう超人になりたい？自分が思うどんなレスラーになりたいかっていうのはどんな感じのレスラー？強くて、うん、影じゃなくて誰が見ても強いなって思われる、格闘技が好きで、入りもあるんで、やっぱり打撃もその寝技も両方できての上で、やっぱり強いなっていうレスラー、打撃も強い。昭和のプロレスって見たことある？アントニオ猪木さん全盛期。いや、入ってからだんだん学んだ。あ、見てる。はい、それまでは一切分からなかった。俺はね、今50歳で、アントニオ猪木さんとか藤波長州、タイガーマスクに憧れて、その試合を見て育ってきてるから、多分もしかしたらそういう。ああ、今はどうかな。総合格闘技とか見て育ってんだったら、自分でいろいろ吸収できるもんもあるね。総合格闘技も吸収できる部分でもあるし、まあ、長州さんとかの昔の戦い方も吸収できるだろうから、ちなみになんか格闘技とかやってた？空手をずっとやってました。あ、空手やってたの？はい。全然空手だけじゃないんだけど、ずっとフルコンタクト空手を。あ、本当に？はい、11年ぐらい。あ、11年やってんの？はい。あ、じゃあ結構なレベルで言ったら、試合とかは？試合も出てて、全日本大会とかも3回優勝したり、いろんなある団体の世界大会も出たことあります。うん、それはなぜある大会っていう？フルコンタクトもすごいいろんな流派がありまして。で、いろんな流派がそのオープントーナメントとして全日本大会だとかを主催しているので、この全日本大会。じゃあ空手は、はい、自信はあるか？空手っていうか、こういう。そう、打撃は好きです。本当に？はい、プロレスでも結構蹴りを使うタイプで。あ、本当？はい、マークハントあんまり蹴り使わない。そうです。マークハントパンチが好きです。今殴ろうとしたら。いや、してないです。やめてよ。今弓引いたんでしょ、一瞬。逆にやるんです。かわせるからね。まだ多分かわせると思うから。でもいいかもね。そういう見た目はさ、ちょっとがっちりって言って、ちょっとそういう格闘系の動きができるといいかもしれないね。何年目今？今4年目。4年目。日にちはがっつり覚えてるんですけど。いや、そうだけどさ、はい、こう、時系列、過去を遡って時系列は、2016年に何々があって、この日デビューしたとか、ないちょっと、怪我して、1年ぐらい怪我してた時期もありまして、ここでちょっとこう、年月があやふやに。ちょっとね。はいはいはい。膝です。だっけ？はい。断裂。断裂と半月板です。ああ。今はどうなの？今も筋力もだんだん戻りつつあって、筋も切れるんで。痛みは残るでしょ？ちょっとボルト入れたとこだけ痛みあるんですけど、って感じです。ボルト、取ってんの？いや、取ってない。ちっちゃいのが入ってる。あ、入ってる。はい。どっちがいいんだろうね。取っといた方がいい。取らなくてもいいとは言われたんですけど、気になるなら取ってっていう感じでした。ドクター、お医者さんが、はい、日常生活なら取らなくてもいいよっていうふうに言ったのか、その格闘技やプロレスをやるんであれば取っといた方がいいよっていうニュアンスがちょっと違ってくるじゃん。はい。プロレスでって言われるんです。競技をする上で別に取らなくても。あ、そうなんだ。はい、じゃあそこは今は全然何割ぐらいに戻った感じ？筋力的には7割8割ぐらい。スクワットとかデッドリフトとかすると、怪我前と比べるとって感じです。あ、なるほどね。今できてるの？スクワット今できます。はい。スクワットはどれぐらい、お尻はどれぐらい落とす？ちょっと硬い感じですね。これぐらいは。これ以上ちょっと硬くてまだいかない。ウエイトは普通のウエイトトレーニングをやってる？はい。パワーリフターとかで？今はパワーリフターのスナッチとかも入れて練習はしてます。なんかベンチは100何キロ上がる？140。140ぐらい。そんなに強く。体重何キロ？体重今114です。114でやると弱いです。弱いね。まあ、超人レベルでいうと何キロぐらい？200です。200ぐらいね。まあ、日本人で200上げる人はなかなかいないだろうけど、200上げられるとかっこいいよね。もう自慢できるよね。プロレス学校出身なんで、いろいろこう逆に選べると思うと、それなぜプロレス学校？自分自身が知識があまりなかったので、どこの団体っていうのも。そうかそうか、プロレスがね。で、僕が入った時が第2期生。僕大学行ってまして、僕が卒業するときにタイミングよく2期生、ちょっと面白そうだなっていうの。じゃあ相当で22です。22歳。2期生で入る。林さんはね、4期か5期かって言ってたと思うな。2期です。2期です。レスワンのそのプロレス学校、武藤さんが校長で一人一人名前を呼ばれて、ああ、少女ですね、が頑張ってプレスされてる感じのシーンを見てて、あの中に2人がいるわけです。何期生かやってるので、その中の34ぐらい。はい。確か3か伊藤が3でペガソン4。はい。それはじゃあ林社長さんのことを批判するの？いやいやいや、4期じゃねえですよ。ちょっと2期だろ。2期です。はい。2期だぞというわけ。はい。それはちょっと言わせてもらいます。林社長に一言じゃない、カメラに向かって。林さん、僕は2期です。4期じゃありません。面白いな。俺ね、昔ね、はい、前田さん、高田さんで、その新生 UWF に入門をして、そのまあ練習生、前田さん、高田さんのお二方の講演会について、はい、もうその当時ね、UWF って団体が、すごく社会現象、人気があって、で、イベントとかも毎週のようにあった。で、たまたまその時は高田さんと前田さんのイベントについて。で、俺も新弟子、練習生で、はい、って言ってて、そしたら、いきなりね、歌、なんか歌えって言われて、もう700、800人ぐらいいるんだよ。はい、いや、どうしようと思って、もうその時は菊池桃子さんの「セイエズ」が好きだったんだけど、もう菊池桃子さんの「セイエス」を歌おうってもうアカペラでしちゃってるの。でも今はちょっと恥ずかしいもんね。すごいです。すごいと思ってない。絶対思ってない。歌えないですよ。そういうのたまにするからね、俺も。はい。なんか思い出はある、プロレス学校の。練習厳しかったとか。やっぱ体と全然違うかったんで。体型はそのままの感じ。ちっちゃい頃からずっとでかくて。中学生からもずっと100キロもずっとでかい体で育ってきた。ああ、なるほど。じゃあプロレスのああいうこう動きにはあんまり対応できなかった感じかな。いやでも意外と動きは体あついてた。はい、背中ブリッジとかも柔らかいんで。へえ。はい。何がきつかったの？やっぱ体重でき方、自重とかがきつかった。ああ、スクワットの方とか。シャッとかがきつかったです。ああ。最初の方は基礎が多かったので、ペガソ選手とはブレイトっていう団体に拾われたわけだけど、そのペガソ選手とは仲はどうですか？仲は悪いの？いや、悪くないです。悪いんでしょ？いや、悪くないです。後輩なんですね。後輩です。後輩です。仲悪くない？悪くないです。でも伊藤君だけかもしれないよ。ああ、それはあいつに聞いてもらわないとわからないですけど、僕は嫌いじゃないです。あ、嫌いじゃない。嫌いじゃない。あ、本当に。はい、まあ後輩はね、いろいろね、はい、あるからね、先輩に対してね、なんだかんだ気は使うだろうからね。なんか恨まれてる可能性もありますけど、4月のその最後のレストランの試合でもペガサとは最後シングルで、あ、最後はペガサとのシングルだった。ああ、そうなんだ。思い入れがある選手といえば選手ですね。一応サンデースルワンの最後の形としてシングルでやったんだけどね。まあ1月ぐらいからそのグレートっていう大会が始動してって、7、8、9、まあ約3ヶ月か。はい、何か自分で変えたいこと、やりたいこと、やらなきゃいけないことっていうのはこうある面かもしれない。もう今もう始めてるんですけど。ほう。今じゃあそれに向けて頑張ってる。はい。自己紹介した方がいい。自己紹介。名前、出身地できる自己紹介。はい、ある程度。あ、じゃあちょっと自己紹介して。はい、3、2、1。はい。伊藤孝則、出身は大阪です。年齢は26です。新団体グレートの選手として、精進していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。簡単になりました。ちなみに、前ヒールだったんでしょ？はい。じゃあ、それであるんですか？ヒールですか？ヒールで。伊藤孝則、出身は大阪や、年齢は26、前はレストランという団体で、プロレスをしてた。弱い全然弱い。ちょっとその辺勉強しといて。はい、わかりました。ね。じゃあこんな感じでありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。